はいどうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあということで今回はついに来ました OB 第2弾こちらについての動画を撮っていきたいなと思います。はいということで今回のね OB 第2弾は藤川球児さんとのコラボも含めてですねめちゃめちゃ話題性たくさんな第2弾となっているわけなんですが、偶数弾ながらですね豪華なラインナップが登場となりました。毎年ですねこの2弾とか4弾とかっていうところはガチャが60連確定でね自チームあったりするところで、結構ラインナップ的には純正寄りな選手がね多く入ってきたりとか目玉の選手言ったらいつもでやってるね評価動画でいう特 A ラインがいても2人ぐらいとかねというようなラインナップになることが多いんですが、今年は非常に豪華なラインナップになってます。で先ほども言った通りガチャ仕様もね変更になりまして自チーム確定がなくなりました。ただその分ですねイベントに関しては OB 確定のね形になりましたので、この辺の仕様に関してもですねこの後ガチャ回しながらいろいろとお話ししていこうかなと思います。はいということでまずはですね早速能力の方見ていきたいと思います。いきましょう。はいということでまずは1人目門田選手でございます。こちら2年ぶりの OB 登場になりましたね。昇降でのミート A というところも狙える形になってます。ただちょっと守備能力がね、そこまで高くはないので、DH だったりとか代打とか、というところが競歩としてはいいのかなと思います。続いてロッテ三郎選手です。こちら2年ぶりの OB 登場となりました。こちらパワーがプラス1のアップ査定ですね。それに伴ってですね昇降でのミパドーチがね、狙える形になりましたので、この辺はロッテ純正の方はね、1点狙い星に1点狙いなんでかなりきついですけれども、決めれるかどうかというところは一つね大きなポイントになるのかなという気はします。続いて西武田淵選手です。こちら2年ぶりの西武バージョン登場となりました。こちらもパワーがプラス1のアップ査定になってますね。特殊能力とかもろもろの変更はありません。一応ね阪神版に続いてキャッチャーもできる感じにはなってるんですが、守備適性的にはかなり低めにねなってるかなというところでございます。続いて楽天フェルナンデス選手です。こちら4年ぶりの OB 登場ということで、ここは外国人 OB でね以前登場していたところであるんですが、ミートがプラス1のアップ査定になりましたので、小5でのミパ AA 同ですね。はいこちらが狙える形になりました。なのでそこが決まるとかなり強いかなという印象ですね。続いて日本ハム武田久志選手です。こちら2年ぶりの OB 登場になりました。小5での 9EA ですね。はいこちらも狙える形になってます。あとは中継ぎもね限界突破ゼロでいけるので、この辺はリーグ的な部分でのね起用法はかなり広いかなというふうには思います。でパ・リーグラスト中村紀弘選手でございます。こちら5年連続 OB での登場となりました。そろそろ違う球団もあるかなっていうところは感じていたんですが、今年もオリックスでね登場となりました。小5でのミパ AA 同値こちらも相変わらずね狙える形になってます。やっぱ現状のサード掛布さんもね出てたりとか、あとはダルビッシュさんのセレクションの中で中西選手とかも出てますが、でもやっぱなんだかんだ個人的にもずっと中村紀弘選手使ってますし、やっぱ強いかなというふうには思います。続いて巨人中畑選手です。こちら OB 初登場になりました。小5でのミパ AA 同値ですね。はいこちらも狙える能力になってます。ただ限界突破もね当然今回初の登場なんで、A ランク相当数集めないとこの辺はなかなか厳しいのかなっていうような印象はあります。ただファーストの守備もいいんでね、そこ決まるとかなり、強いなという印象を受けました。続いて、阪神藤川選手でございます。こちらはもう今回のねなんといってもナンバーワンの目玉かなというふうには思いますが、 OB として登場するのは今回が初めてですね。で球種が、大幅に変わってます。火の玉ストレートに2種スプリット、そしてツーシームにカーブというね、球種になってます。であとは、一応メイン適性は中継ぎなんですが、抑えも、限界突破ゼロでいける適性を持ってます。この辺に関してはまたね、がっつりと獲得できたら、動画1本単体でね撮ろうと思ってます。続いて中日野口選手です。こちら OB 初登場になりました。小5での全動値がね狙える能力というところで、ここも限界突破からね1からやらないといけないという点ではかなり厳しいとは思うんですが、小5決められるとね、かなり強いかなという印象です。あとはスラーブがねカンストですね。変化量7でさらに特殊能力でタイピン近い持ってるので、この辺が、発動した時どうなるかというところはちょっと使ってみたさもあるかなというふうに思ってます。続いて DeNA ラミレス選手でございます。こちら横浜版では初登場になりました。小5でのねミパ同値が狙える能力にはなってます。ただミパ AA の同値はいけないんで、そこがなかなか意地悪だなっていう感じはありますかね。であとは、能力的には守備能力がかなり低めなので、ここは DH かもないしは代打っていうところの起用が、やっぱり推奨にはなるかなというイメージです。あとはこの流し打ちがね広角だったらなお良かったかなというところでありますけれども、でもそれでも逆方向にも打てるという能力かなというところでございますね。続いて広島山本浩二選手です。こちら2年ぶりの OB 登場になりました。小5でのミパ AA 同値も狙える形になってます。あとはですねセンターの守備が特殊で A いける能力持ってます。でさらにパワヒ広角ですね、というところも持ってますので、この山本浩二選手はリーグリア対両面でね強い選手と言えるかなと思います。でラストヤクルト田畑選手でございます。こちら OB 初登場になりました。で小5での全同値がね、狙える能力になっております。でさらに、球種はそこまでね、めちゃくちゃ強いってわけではないんですが、超タイピンチ20丸とキレ、さらにはコントロールも持ってるというところで、特殊能力の部分ではかなり、強いかなというところでございます。はい、ということで以上、12選手は今回登場になっているわけなんですが、ここからですねガチャの方を回していこうかなと思います。で一応ですね待機生放送をお昼やってまして、お昼間ながらね毎回のことではありますがたくさんのご視聴ありがとうございました。そこでね30連まで回してるので、よければねまだ見てない方はそちらの動画見ていただいて、またこの動画戻っていただければと思うんですが、結果ネタバレしてしまいますと、こちらですね、はい、山本浩二さんを引くことができました。ここは個人的にも初の獲得になったので非常に嬉しいなというところなんですが、限界突破がちょっとできないので A ランクをね、かなり集めたいというところです。で一応タイトルとサムネにあると思うんですが、今回は1万エナジー、入れてねやっていきたいと思ってますので、1万エナジーの中ででも個人的な狙いはやっぱりまず藤川さん絶対取らないといけないなっていうところと、あとはラミレス選手とあとは中村典弘選手かな、ここの3人が取れればとりあえず今回はいいかなというところなので、そこが取れればエナジーね全部使い切らなくてもフィニッシュでいいかなというふうには思ってます。ちょっと中畑さんとかも欲しいっちゃ欲しいですけどね、好きなんででもとりあえずそこが、使うところとしては必須なんで取ろうかなと思ってます。はい、じゃあいきましょう。40連目から合計で40連目今回の動画の10連目いきましょう。もういきなりね確定なき戦いに入っていきますが、でもダルビッシュセレクションとかとは違ってね、ここから先もOB が確定ではないんですよね。Sランクが出たら OB 確定というわけではなくて 50% なんで、かなりの闇ガチャでございます。はい、でなおかつ、狙い撃ちガチャもねおそらくここに関しては来ると思いますので、1点狙い、例えば藤川選手1点狙いとか、あとはそれ以外中村典弘選手1点狙いとかっていうような方は、当然ランキングを走るか、自チーム狙い撃ちスカウト、自チーム OB 狙い撃ちスカウトっていうのを、待つ方が個人的には賢明かなというふうには思います。これは毎回ですけどね。はい、A ランクの OB が全く出ませんと。これ今回何パー A ランク OB 30% かな、30% か。いやもうダルセレもそうでしたけど、本当にマジでね A ランクのその特別レアリティがマジで引けない、本当に。さあ実はダルビッシュセレクションに関しても動画外で結構ねその A ランクとかを集めないといけなくて回したんですよね。トータル多分結局動画の中では700何連で終わったみたいな感じで、フィニッシュできてるかなと思うんですけど、結局多分1200連ぐらいいってるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと履歴まだ見れるからもう見れなくなっちゃってるかなっていうところなんで、もうこの OB 第2弾はできる限り早くねもう狙いの選手しっかり打ち抜きたいなと思っております。見れたわ、ギリギリ1180連回しました。はい、さあということで、何連目だ今のが、4050ときて60連目か、これ60連目ですね。いきましょう。さあとりあえず今回の動画の中では200連かな、今回の動画の中では200連で、そこで出なければ明日以降の動画でまた追加ガチャっていう感じですかね。さあいきましょう、お願いします。そろそろいやーマジで S ランク引かないとお話にならないんよな。でそうあとは、今回ガチャがねその仕様変わったって話なんですけれども、お大道選手の A ランク出てるんだ。ここに関しては捉え方が2つあるかなと思っていて、当然ね60連確定で取ろうと思ってたっていう方に関しては、プランが崩れたよというところなんで、なかなか厳しいかなとは思うんですけど、逆に言うと無課金とかで今回はもうガチャ絶対回せなかったよって人にとっては、むしろ今までの仕様よりはチャンスかなと思っていて、というのは自チーム確定のガチャがある時の累計は OB 確率 33% 規約書でね、絶対来る仕様に今まではなっていたんでですが、今回自チーム確定がなくなったということで累計が 100%OB になったんで、これで狙い的には、12分の1でね、藤川選手ないしは12分のいくつでね狙いの選手みたいな、形になるわけなので、そういった部分では確率はかなり、上がったんじゃないかなというところではあるので、この辺はどっちを取るかって感じですかね。当然ガチャを回す予定だった人からするとね、予定崩ったよというところなんで厳しいかなと思うんですけど、難しい。でもランキングがねどうなるかかな。ランキング一応ねボーダーライン広がって27000位とかかなになっていると思うんですが、いや熾烈になるんかな、どうでしょうね。ちょっとマジで S ランク出ないんですけど、はいドン、やーべえマジで出る気がしね。90連目調子くんレッツゴーまでいってる白、いやーもうこればっかり、いやーべえこれはやっべえぞ。飛んでにっこり。いや阪神マジで僕のアカウントはめちゃくちゃいいんですけど、今年阪神の OB って取れてたっけ。第1弾掛布さん、第2弾バースさん、第2弾じゃないかセレダルでバースさんなんで、もう両方取れてるわけですよ。もうしっかりと取れてるんで、てか阪神の OB 今年やばいな、そう考えると。この後どうなっていくんだろう、まあ、毎年阪神の OB は暑いっちゃ暑いんですけどにしても今年やばいな。掛布さんばあさん藤川さんでしょ、やばい。さあそろそろ S 出て頼むよマジで。クソ渋動画で終わるねこれ一発目。あれちょっと待って、嫌な予感してきた、マジで嫌な予感してきた。今のが130連目なんで丸100連 AS なかったです。はい、さあそろそろ100連抜けたらそろそろ来るやろ多分。100連 S なしはまあ言ってもある、たまに、うん、たまにある、たまに結構ある、たまに結構あるよもう、うん、日本語めちゃくちゃだけどたまに結構あるよ100連 S なし。あーってことでですね皆さんやばいことが起きました。220連目まで回して確定の1枚のみです。 S ランク1枚も出てません。これガチよ。どういう編集にしてるか今ちょっと分からんけどだいぶ早回ししたと思いますけど、見てこれ山本浩二さんのこの1枚のみ30連の他にも S ランク全く持ってありません。やばすぎこれ本当に。はい見て、やばくないこんなことある。まあ、今まで散々いろんな沼経験してきましたけどさすがにもうちょい出てたよ。うんってことで今日の200連ラストです。もうこれでこれにて終了。嘘やろ。いやさすがにもう出ると思うんだマジで。うんさすがに出るよね。